皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は東洋水産まるちゃん杉本柴田鴨だし塩醤油ラーメンです。塩醤油の名店による夢のコラボ、講談社発行業界最高権威トライラーメン大賞で2019-20名店部門塩1位のラーメン杉本と2015-16名店部門醤油1位の中華そば柴田とタッグを組み、オリジナルの味を共同開発しました。両店の特徴を掛け合わせたあっさりかつ重厚な味わいの鴨だし塩醤油ラーメンに仕上げました。ラーメン杉本とは有名店で店長を務めた店主が2013年12月東京都中野区にオープン、2020年8月には横浜市青葉区へ移転。コクがぎっしり詰まった重層的な味わいのスープが人気を博し、連日行列を作っています。中華そば柴田とは2013年11月に東京都調布市にオープン。メニューは中華そばと煮干しそば、塩そばの3枚看板で、現在では雑誌、テレビにも多数取り上げられ、連日行列が絶えない人気店となっています。商品特徴、麺、スープとの相性がいい食べ応えのある角派で切った麺、スープ、チキンの旨味をベースに鴨、豚、魚介等の旨味をバランスよく効かせた塩醤油スープ、具材、味付け鶏肉団子、メンマ、ネギ。食べてみた感想、スープは透き通りのあるチキン風味の塩醤油タイプ、さまざまな出汁のうまみが染み込んだ深い味わいを感じますね。麺はやや太めのしっかりとした噛み応えがあり、ほのかな甘みも感じられる麺、スープとの相性もぴったりです。具材はたっぷりと汁を吸い込んだ肉団子、色鮮やかなネギなど、他にメンマも入っています。全体的にはやや薄めの塩醤油味にまとまっていますが、薄味ながらもしっかりとした旨味が広がっていて、最後まで飽きずに食べ進めることができました。塩でもない醤油でもない新たな美味しさの発見が面白いですね。麺の完成度、スープのコク深さ、人気店2店のいいとこ取りで仕上がったこの一杯、両店ファンの方もぜひ一度お試しください。塩醤油の名店による夢のコラボ、本日は東洋水産まるちゃん杉本柴田鴨だし塩醤油ラーメンを紹介しました。田中恵美里でした。